続々と面白キャラが増えていく23世代に対する視聴者の反応集。23世代ってさ、22世代が小学生ならこっちは中学生くらいの面白問題児クラスってイメージがある。多分タスケーラはイツーポジの委員長タイプ。金箔フェチ。擬人化したら先輩から飯をカツアゲする外掛けや縛られて馬ダッチするシーフが余計まずいことになっちまう。デビュー時からずっと気性は幼いとは言われてたけど未だに子供なのは変わってなくて可愛いなファントムシーフ。めちゃくちゃな血統なのにまさに聖堂って感じの王道ローテを突き進んでるファントムシーフくん。なんかパーティーとかやってもみんな集まり悪すぎて苦心してそう。パーティーに来たタスティが不安そうに周りキョロキョロしちゃうじゃん。アメリカの人々からも面白枠扱いされる外掛けは強い。多分集合写真でいつも変顔してる。全体的に治安が悪い。個人の感想。出てくるエピソードが軒並みちょっとおかしいの好き。微笑ましい学生たちっていうよりってなるエピソードが多いのほんとおもろい。ソウルさんがお昼寝しがちなツンデレなこと言う平和すぎる情報。ソウルオリエンスはわかりやすいツンデレやな。ラベルちゃんちとも馬も大好きな甘えん坊なのめちゃくちゃ可愛くて無限に押せる。星がよく見ると手書きサインのハートみたいで可愛い。星が宮崎県みたいだよね。マジで宮崎県にしか見えなくなって困る。宮崎県の呪いやめろ。ロケットスタートすぎるパンダちゃんことメイメイちゃんもいるよ。メイメイちゃんも図鑑だから魔族だよね。はよ香港バージョンの名前つけられてくれんかな。マイマイでもメイメイ読みできるけどちょっと違う感じがする。何にせよ可愛い字がついてほしいよね。委員長枠かと思いきやエピソードを見る限り確実に自由人よりのリバティアイランド。偏見だけどリバティアイランドって委員長タイプってよりは世間話してたら唐突に、あっそういえばこの花意外と美味しいんですよ、知ってた？って言いながらそこら辺の花を摘んで差し出してきそうな自由さとヤバさを持ってるタイプのイメージ。どこか抜けてるってよりかは唐突に謎行動を取るタイプなのはわかる。ちょっと男子、は言わない。なんなら男子と一緒にやろうとして、何してんの？楽しそうだなって思って、てきょとんとしてる。まあそもそも名前がリバティだしな。違うけど委員長タイプよりは可愛がられて健やかに伸び伸び育ったゆえの自由なおてんばさんって感じある。いいとこのお嬢様ではあるけど世田谷とかじゃなく地方の名士のお嬢様、家に蔵があるって感じ。感覚派の天才ってイメージ。わかる。多分勉強ができるのにテスト前にノート見せてもらったり問題の解き方教えてもらっても全く参考にならないタイプ。女子の方リバティが委員長やってても自由すぎて結局タスティの負担がでかくなりそう。仕事サボるわけじゃないしやるべきことはちゃんとするけど、最終的になぜかタスティにしわ寄せが行くのめちゃくちゃ想像つく。最終的には無理やりなんとかしてくるが平気で突拍子もない計画実行したり意図が読めなかったりそもそも会合にいなかったりする。タスティの言わしぬ。タスティが、サボり魔じゃなかった？って思って調べたらビビリだったのか。あのお堂のいるともみ地球社でトップクラスの食事量を誇るシャザーンくん好き。ともみ地球社でトップクラスの食事量のシャザーン。ともみ地球社でお堂と争えるレベルか。海馬と家具駅絶部。というかこの世代みんな食に対する欲求が強い。タスティエラは実はそうでもない。レース後しばらく食が細くなる。うんこのイツーポジが似合う感じ。クラシック全登録に抽選突破からのネジネジと誰よりも男前新緑化ちゃん。新緑化の名前の意味今さら知った。馬主さんの出身校由来だったんだな。知ってっか？新緑化のオーナーさん西山オーナーの後輩だぜ。新緑化だと思ってた。新緑化ないし新緑化はかなりの人が通る道だと思う。シンプルに性格がいいと称されるこの世代の癒しハーツコンチェルトくん。ハーツコンチェルトくんに勝手に不器用なイメージ描いてたけど優等生ないい子なのか。誰かさんと相性抜群だね。とりあえず股間を除く湘南バシットくん。湘南バシットが出会った馬に最初にするのが股間確認なのくさ。ふーちゃんのたわけ息子さんくとは思えないくらいの優しくておっとりした性格よ。なおレース。ふーちゃんとドルチェ仲良しなのいいな。親父のこと喋ってたりするのかな。クリームファクシとドルチェもあのたわけコンビが同級者のお隣さんで仲良いの好き。プライレイでぼーっとしてるお坊ちゃんなのかわいいね。プライレイでが血統からミルクソヤバそうなイメージに反してのんびりおっとり食べるの大好きお坊ちゃんっぽいのええな。
コナコちゃんも担当さんに犬みたいに甘えてたし、この世代の北三三区は嫌し、ソウル城はちょっと気性が荒れそうだけども、愛すべきバカみたいなエピソード多くて好き。上の窓のところにねわら億万も復帰のめど立ったみたいだし楽しみ。教室の窓のところに校庭の草と綺麗な石と泥団子並べてるロンドンプランくん、雪降った日はちっちゃい雪だるま並べてる。ホウオウビスケッツ可愛いなと思ってたら6月生まれか。一番のウソ生まれだけどやんちゃ坊主なのでちょこまか動いて先生たちの手を焼かせているビスケッツ。教室の隅でベロベロナイフ舐めてるタイプかと思ったら割と穏やかだったトップナイフ、なおで遅れる。外科用語由来なのにホープフルのせいですっかり油断したら刺してくるキャラと勘違いされてる悲しきトップナイフ。面白いこと教えてやるよ、さんが安城なのにも責任がある。ダート組だとイツーポジ誰だ、ザ、優等生なペリエールか。外掛け、先輩の飯を奪うアンド顔芸、エレイで、そもそもダート組でいいのか、ミトノウ、だっけ、なんか変なこと狙ってる、あたりは確実に問題児な気がする。関係者全員から気象懸念されて口取り式で周りに吐けるよう指示出されたり、近道で暴れ回ったミステックロアは確実に問題児。境遇は儚そうな病弱妹属性品馬だが実は兄そっくりのおてんば娘ペリファーニア。将来の夢、お兄ちゃんの妹じゃなくて私のお兄ちゃんって意味で認知されること。